ちは。富士山のふもとの体験工房、ブラックキャットです。今日のテーマはブローチ作りです。春休みなので子どもたちと一緒にレザー体験をしたいと思います。自己紹介どうぞ。佐藤ひろかです。佐藤デルマです。裏側です。ブローチの土台になる部分、こちらにブローチの金具を取り付けておきました。おしナイス。お家のブローチはまず壁、いろんな色があるのでここから1個選んでください。はい、どっちにしよう。それから屋根、屋根もここから選びます。そしてドア、ドアのパーツです。そして窓。窓もここから選んで4つ取り付けます。はい。はい。次、ロケットです。ロケットはパーツが6個あるので、ノーズコーン、左右の羽、そして窓や胴、いろいろここから選んでいきます。全体的に緑ですね。黒い窓、うん、いいね。茶色とさ、黄色は違いだね。どっちかな、可愛いね。屋根の色にもよるよね。行きたいな。では色が決まったので温度をつけていきます。はいはい。革用のボンドエースを使って取り付けていきます。土台の部分に温度を塗ります。いいよ。2歳児が接近してそこは。ご視聴いただきありがとうございました。